はい、皆さん、えー、こんにちは。やっぱりグレーでーす。ということで、えー、本日はですね、金曜日なんですけども、えー、今日もね、えー、ちょっと頑張って何本か動画を撮っております。えー、という中でですね、やっぱりね、今朝方からも黒着たり、グレーに着替えたりとかですね、いろいろ大変だなっていう感じなんですけども、<laughs> まあね、えー、シャツの色は別にしてもですね、まあそういったような話なんですよ、ということで、 まず皆さんには、まあ、私がね何、何色着てるかでね、大体、ケイちゃんはまたこんなことかなっていうふうに思っていただけることでいいよろしいんじゃないかなっていう感じなんですけど、えっ、ー、とですね、ちょっとね、本題に入る前に、えー、実はですね、えー 今朝方ちょっと配信した動画で、えー、もうすでにですね、コミュニティ欄では、えー、ちょっと皆さんに説明させてもらってたんですけども、あのー、昨日もちょっと関連動画を上げたんですけども、えー、例のですね、永野の宮ご夫妻とエイ君が、えー、2ヶ月前に北九州にプライベート旅行をしましたねっていう中で、えー、どうもその焼き旗にですね、精通しておられるその90歳代の え、方がいらっしゃって、そこにね、えー、まあ、訪問された、みたいなね、そういった話ありましたよね。で、それに関して、えー、まあ、あの、私も昨日も関連動画と、あとね、今朝方もちょっと動画を出していたんですけども、えー、ちょっとですね、その方が、 に対すする私が話していた方とですね実際、えー、その本当に A の宮ご夫妻もしくは H 君が、えー、訪問された方が本当なのかっていうことに関してちょっとね、信憑性がね、どうかなっていう話になってきたので申し訳ないんですけども、一回ですね、えー、今朝方上げた動画は非公開にさせてもらいました。昨日上げた動画もちょっとね、同時に非公開にさせてもらいました。えー ちょっとね、信憑性がどうかなっていうところで、えー、私もね、いつもまあ申し上げている通り、あくまでもね、これは真実だろうというようなことをベースにね、まあいろんなことを話をさせてもらっているので、ちょっと信憑性がですね、揺らいでくると、えー、その動画自体を上げておくこと自体がね、えー、私のこの動画のね、このチャンネルのポリシーにもちょっと反してきちゃいますので、それに関してはですね、 ちょっとね、皆さんを多少混乱させてしまったかもしれませんけども、えー、そのね、焼き肌関連の動画に関しては昨日の1本、そして今朝方ね、ちょっと配信した1本、えー、計2本に関しては非公開にさせていただきました。事実が出てきましたら、またその時点で動画でご説明させてもらいます。まあ、というようなことね、それに関しては、えー、まあ、ご了承くださいっていう感じですね。はい、それと合わせてですね、今回の動画、はい、なります。ということで、いやーねー、 今回の動画ね。まあに、関してもね、どっちかっていうと私話をしようかどうかっていうことも考えてたんですけど、あの、 やっぱりね、いや、ここまでね、あの、私もね、あのー、皆さんよくご存知の通り、しょっちゅうね、例えば皇室関連の話等は、もうしょっちゅうね、ぐ、えー、いのけいちゃんググってたりするんですけども、その中でね、ああ、確かにこんな、えー、まあ、記事がね、一年、もう一年半ぐらい前になるんですけど、上がってたな、ということで、えー、ちょっとね、まずご覧ください。こんなやつですね。 はい、えー。でですね、まあサムネリも書いといたんで、え、何ケイちゃん何、何土地狂ったことを言ってるのっていうふうなことをね、えー、思われた方もいるかもしれませんけども、もともとはこれです。 これですね、実際にこの産経新聞、えー、2022年の1月19日の産経新聞のコラボで、この方がこういったようなことを言ってたっていう話なんだけど、今からもう約ね、1年半ぐらいですね、前の話なんで、まあ、あの、この当時の記事をね、読み、読まれた方もいるでしょうし、もしかしたら初めてっていう方もおられると思います。 私もこの記事見てね、ああ、そういえばこんなのあったなっていうようなことで読み返してみたらね、いやいや、ちょっと待ってくれよみたいなね、えー、そんな感じだったので、やっぱりね、うん、このね、産経新聞もですね、うん、ここまでね、なんていうの、偏った意見を言う人のですね、まあ意見をこうやってあげること自体もどうかなっていう気はしますよね。はい、えー、でですね、ちょっと一番下の方にね、 まあ一応目隠しはしときましたが、あの皆さんもよくご存知の方です。えー、でね、えー、上の方にはもうね、ちょっと名前も出ておりますからね。だって実際新聞で名前から顔から全部出ておりますからね。で、よくですね、ケケウチさんだとかね、えー、ということは言われておりますけどね。まあもう、もうね、ちょっとお名前とは言いませんけども。 まあ、あのー、その方がですね、えー、具体的にこのさっき言いましたように産経新聞のコラムを使って、えー、この記事に、ね、最初のねタイトルにあるように「愛子天皇論」に関しては「待望論は国を、えー、滅ぼす」と「は」みたいなねことを言われていたわけです。えー、ということでねまあ あのもうここまでね言っただけで皆さんとしてはかなり拒否反応が出る方も多いんじゃないかなっていう気がいたしますけども今回このねまあ1年半ぐらい前の記事であるけどもこういった議事も残っているわけですよといったようなことも考えて今現在その皇位継承問題なんかもねえいろいろふつふつと上がっておりますけども、えー、まあ要はね政治家が全然動かないっていう中で議論が進まないわけですがでもねやっぱりね何て言うのかな 別に間違いとは言いませんよ。特にこの行為継承に関わる問題に関してはね、いろんな考えをお持ちの方がいる。当然だと思います。えー、と当然ね、国の日本国のですね、皇室に関わる問題だから、いろんな意見を持たれている方がいるのは当たり前だと思うんですけども、ただね、この新聞のコラムに書いてあるような、ここまでね、偏ったような意見を言われちゃうと、ちょっと私もね、 言わざるを得ないっていうような観点で皆さんにはお聞きになってもらえればなというふうに思います。はい。でですね、この人がね、実際に言ってた内容、いつものごとくね、黒板でまとめました。で、この記事なんですけど、URL は一応私のこの動画の概要欄に貼っておくんですけども、これね、登録制になってるんですね。で、あの、課金制ではないので、例えば自分、ご自身のお名前だとかね、なんだっけな、ご年齢だとかね、そこら、あとメールアドレスか。 そこら辺だけを登録すれば見れます。なので、あの、登録しても問題ないという方であれば、URL 貼っときますので、そこで登録すれば全部見られますえ。でね、まあそういったようなことはちょっとね、控えたいという方であったとしても、まあ今回の私のね、 えちょっとこれから黒板で、まあ、2枚ぐらいねお見せしますのでこれを見てもらえればじゃあこの記事こういったことが書いてあったんだってよくわかりますのでまあそれとともにね、えー、私も意見どんどん言ってきますけど皆さんどう思われるかまたねコメント等でお伝えくださいっていうことですはいこんな感じですねはい、えー、でですね今ご覧になっていただいている通り まあさっきもね、えー、ちょっとね、その産経新聞のタイトルで書いてあった通り、愛子天皇論は国を滅ぼす。えー、年の目愛子様が天皇陛下になられるとですね、女性天皇になられると日本国が滅びるそうです。はみたいな感じですけどね。えー、まあどんなことなんでしょうかと。まあちょっと怒らないでね、ちょっと先見ていきましょうっていう感じなんですが、 ええとですね、まずね、えー、最初の方に、まあこれ1年半ぐらい前の話ですけど、すでにその時にはね、えー、例のエムコさん、まあ経験不祭が、 えー、まあ、とんずらいしちゃったことによってですね、永野宮家に対する批判が、まあ今ほどではないにしても、少しずつ少しずつというかね、なんかね、皮をむくようにね、なんかいろんなことがバンパカバンパカ出てきちゃったじゃないですか。で、そういったようなことに関して、批判が高まっていたわけです。その1年半前でもね、すでに。で、そのことに関して、 まあ、この方はですね、まあ、あの、いや、ここまでね、AN 宮家お好きなんですかっていうような方ですので、まあ、この永 n 宮家の批判に対してこういうことを言われていたわけです。で、まあ、その当時からもね、例えば、えー、こういった私のような YouTube、 だとかねえ、もしくはブログの記事だとか、あるいは週刊誌の記事なんかもそうですけども、えこの1年半ぐらい前からエール e a に対する批判のき、例えば記事が上がってましたと。で、例えば Yahoo ニュースにね、上がってましたというような中で、えー、このね、方が言われているのは、その当時からね、このエール宮 a 批判の記事等に反論コメント。例えば Yahoo の記事なんかでね、えー こんなエのみやけを批判してるんだけども、おかしいんじゃないかそんな批判するようなことじゃないんじゃないかっていうようなことをコメントするとですね、それが反映されないとかね、なんかどっかで聞いた,聞いたことあるような話ですけどね、それが反映されないだとかね、そしてその数秒のうちにバットマークが大量につく。それは当たり前だよね。変なこと言ってるわけだからバットマークつくよねっていう感じなんですが、でそういったようなことに対してね、 明らかに組織的な言論統制、言論誘導が展開されていると。いやー、ここまで言える、すごいなーというね。まあ、さっきも言ったように、言論の自由がありますから、何を言ってもいいんですけども、これをもって言論統制、言論誘導なんですって。このね、えー、この方がね、この記事、この産経新聞の記事の中で言われているものをね、そのままそっくりね、あのブーメランとしてお返ししますって私言いたいんですけど、 あの、私のね、えー、このチャンネルの動画に関しても、私ももう年中というかね、本当に皆様に対しては非常にありがたいんですけれども、またケイちゃん、コメントが消されちゃった。もう3回目ですよとかね、下手したら5回目で書くのが5回目です。やっと反映されましたとかね、そういったな方、本当に私はありがたいんですけど、そういったようなね、えー、非常にお気を使ってもらっているような視聴者の方もたくさんいてですね、で、コメントを何回も入れていただいているだとかね、 まあそういったようなことあるわけですよ。だからさっきね、この方が言っていたような言葉ね、この文章そのままお返ししますというふうに言いたいですよね。もうしょっちゅうですからね、コメント、私のチャンネルの動画でコメントを消されるでしょ。えっと、登録を勝手に外されるでしょ。しょっちゅうです。えー、と、いうようなことも今現在起きておりますね。まあこれがどういったようなことでね、起きるんでしょうかっていうことも含めてね、はい、そのままブーメランとしてお返ししますっていうような話ですね。 えというようなことだとか、あとはね、えー、今現在、まあ一応ね、皇位継承順位第1位、第2位ということで、皇、ね、位継承順位が決まってるでしょうということは、まあこれに関しても内外にで示されている。まあ確かにね、えー、海外の、例えば日系のメディアなんかが、例えば英字新聞ということで、ウェブ,ウェブ版でもね、そうですけども、そういったようなことを確かにね、配信しております。なので内外にも示されている。 で、それに対してですね、今更覆されるものではないと。そういったようなことが絶対ありえない。みたいなことを言ってるわけです。もしね、覆されたら、クーデターなんですって、皆さん。はあ、そうなんですか。それがクーデターになっちゃうんですか。みたいな感じですけどね。クーデターというとですね、私が今現在住んでいるバンコクにおいては、タイにおいてはしょっちゅうなんですね。 えー、直前のクーデターからも、まあちょっとね、時間が空きましたけども、えー、それもね、数年前に起こってから、その前なんかはね、しょっちゅうね、えー、政権が変わるごとにクーデターが起きてましたからね。まあそういったようなクーデターが日本でも起こるんですか平和国家の日本でも起こるんですかそんなことないよって、いうふうに私は言いたいですけどもね。ただもしね、そういうようなことで、覆されたらね、クーデターになっちゃうんですって。例えば今現在やるね、皇室転犯、えー あの、憲法のね、解放ですよね。あれ、国会決議によってですね、変えることができるんですよ。もしそういったようなことで決議されたとして、それがクーデターに、ね、発展するんですかみたいな話ですよ。この記事の中で言われてるのはね。ちょっとあまりにもですね、違うんじゃないですかっていうことを私は言わさせてもらいたいですけどね。もう本当にね、この記事の中でね、あのー、 私からすればですね、まあ私から見れば論破できるような内容がいっぱい書いてあるんです。私ね、本当にね、えー、思うんですけどもね、最近思いますけどね、まあよくね、ケケタさんだとかね、えー、ケケウチさんというね、言い方がいらっしゃるじゃないですか。まあ、今回はその、えー、片割れの方ですけども、まあこういったような人とね、一回でいいからね、えー、ちょっとね、えー、まあこういったようなね、行為継承に関わる問題、 特にね、経験問題だとかね、えー、あ,あるいはその A ヌ宮家の問題だとかね、一回でいいからね、ちょっとね、直接の対談でもさせてもらいたいんですよね。あの、はっきり言って自信あるよ。<laughs> 論破するので。っていうようなことで、特に A ヌ宮家のね、問題なんかにね、えー言わさ、言わさせてもらえればね、はっきり言ってね、論破する自信あるからさ、一回でいいからさ、このケケタさんでもケケヨシさんでもいいんですけどね、えー、直接にですね、面談させてもらってね、 討論会でもね30分ぐらいでいいから、ね、話をしたいなっていうふうに思うんですけどね,ねなんかそういうお誘い来ないかなみたいな感じだけどねまあ、それはいいんですけどもまあそういった中でねこの、えー、産経新聞のコラム記事に続きますけどもねあのクーデター何ですかみたいな感じですけどねはい続いてねえっ、ー、とですねいやーこれもねすごいことをねそのまま言っておりますけども まあ M 子さんのあの豚ラ結婚によってね、永遠の宮家を最低最悪の皇族と見なすようになった、そういったような論調が多いと。で、永、え、遠、え、の宮家から天皇が現れることだけは我慢できない。まあ皆さんもそういう方いっぱいいらっしゃいますよね。でね、永、え、遠、え、の宮家を見ているだけで気分が悪い。はあ。<laughs> でねえ、会計監査をしてえ功績離脱せよといったね、憎悪の念が現れているということをね、言っているわけです。 まあ確かにね、まあ、この部分はね、あの、例えば私のこのチャンネルにおいてもコメントでたまにいただきますけど、さっき言ったようなね、もうその、永えのみやけのことを見ているだけで気持ちが悪い、ありますよ。 確かにこれはある。あの、私のね、えー、コメント欄なんかでもたまにお見かけします。で、私もそういった気持ちよくわかります。えー、なんですけどもね。あともた、確かにこの AN 宮家、AN 宮家、高等が映ってね、AN 宮家から、えー、天皇が現れることを我慢できないとかね、そういったご意見もあります。あとは会計感想をしろ。これもしょっちゅうあります。 なので、これに関してはね、えー、別に確かにこの方が言われているように、そういったようなね、えー、論調、例えば週刊誌が出てもね、えー、そういったようなことに関してコメントがいっぱいいる。確かにそうかもしれません。でもね、確かにそれは事実としてあるかもしれませんけども、ただですね、 そういったようなコメントだとか、論調が起こる、もともとの原因は何なんですかっていう話です。これはもう私がいつも話をさせてもらってる通り、国民が納得できるような説明をしてくれれば、国民からは何にも出ないんですよ。でもそういったような説明が一切ないから、それこそね、そんなようなこう説明が何にもなくて、ただ単にその行為継承順位第1位、第2位だ,だとかっていうことだけをね、言ってるから、国民としては納得いかないし、もう考え 考えるだけで気持ち悪くなっちちゃうとで気持ち悪くねなられるような方も私お気持ちよくわかるんで要はね、えー、以前からそれこそこのヌミ宮家の問題だとか経験問題だとかが出てくる前からはですね例えば平成の時代においてももしくはその前の当然昭和の時代においてもですね、えー、もうとにかくね皇室大好きね皇室ファンだっていうような方 だからこそですね、そういったような気持ちが悪くなっちゃうよっていうことだと思うんですよね。逆にその皇室のことをね、例えば今の若い方、あんまりね、皇室のことに関してはご興味ない方が結構多いと思います。例えば20代の人にね、こういうことに関して、英犬みやけに関してどう思うって言ってもね、えー、聞いてもね、そういったような人たちからは、そこで気持ちが悪く,悪くなるといった表現は出てこないわけですよ。皇室のことを心配しているからこそですね、えー、もう口頭が移ったら困るんだとか 考えただけで気持ち悪くなるといった表現になるわけであってねただ単にこのね、えー、人が言ってるようにそういったような論調が起きてるこれに関してはとんでもないみたいなそういった話ではないわけですよね。はいといったようなことだとかいくらでもねこの記事に関して論破できちゃうんだよね <laughs> といったようなことだとかあとはねこの1ページ目に書いてあるこの最後の文いやーねいやーこれだけはねちょっとね勘弁してよっていうような感じですね。まあ いや、それいいですよ。あの、別にね、エール宮家のことが大好きで仕方がない。 確かにね、秋ンの人たちに関してはそういう人も多いでしょう。別にそれはさ、人がどう思うことであるから、別にそれに関して私はね、言いませんよ。言わないけども、ただこういったような大っぴらなね、新聞記事の中で言うことだけはやめてほしかったなっていう気がしますけども、何言ってるかっていうと、ちょっとね、読みますけどね、今みな皆さんご覧になってもらってる通り、もうすでにこの時点で気持ち悪くなら,なられていう方も相当いるんじゃないかなっていう気がしますけど、 永えの宮家ほどご立派な皇族は見当たらないらしいです。はい。えー、でですね、宮中採集を大切にし、日々、えー、検算して、検算を積み、えー、清廉潔白で国民に対し常に慈愛のまな、まなざしを投げかけられている、ちゃんちゃんということを、これ私が言ってるんじゃないかなね。<laughs> 言っときますね。私じゃないです。えー、このね、あのー、産経新聞に執筆された、さっきのね、女性の方が言ってるわけです。おいおいおい。 っていう感じなんですよ。はい、精錬潔白,潔白らしいです。で、国民に対して常にねえ、慈愛の眼差しを投げかけられてるんです。ってはあ。 そうなんですか、じゃあちゃんと説明してよ、みたいなね、<laughs> はい、ちゃんちゃんと終わっちゃうんですけどね。もう論破はそのないよね。単純に、だったらね、本当にそうだったら、本当に精錬潔白だったら、本当に国民のに対してですね、そういったような眼差しを投げかけていただいてるのであればね、じゃあ、だったらね、全てのことに関して、説明しなきゃいけないことに関して1、1、2、3、みたいな形でね、過剰書きでも構いませんから、ちゃんと説明してください。 ちゃんちゃんですよね。もう論破するでもないわね。っていう感じ。はい、次のページ、まだあります。はい、えー、でですね、そういったような中でね、あの、さっきのね、タイトルにあったような話ですよ。ね、愛子天皇を実現されること。これはですね、単なる、また難しいことは使ってるよ。えー、何、行為の三達にとどまらないと。要はね、剥奪しちゃったってことですよ。そういったようなことにとどまらない。っていうようなことに、 書いてあるんだけど、まずね、この一文だけでもね、論,か、まあ、論破できちゃうわけですよね。あ,あの、この方はですね、その愛子天皇が実現することで、 えー、その行為をね、取っちゃう、みたいなことを言ってるんだけど、これ私からすればですね、全くね、はい、これもね、あの、ブーメランでお返しします、じゃあ,ありませんけども、あの、今現在は令和なわけですよね。この今現在の、この素晴らしい天皇皇后両陛下と年のみ愛子様の天皇ご一家の、この令和の世の中から行為をね、この散達しちゃうのは誰ですかって逆に私は言いたいんですけどね。もう、というようなことです。 もう全部ね、反論できちゃうんだよね。えー、というようなことだとか、でね、はい、それに対して、愛子天皇がもし成立したら、というようなことに関してね、 ええー、まあ、これはね、ええー、まあ、ケケダさんなんかもよく言ってるけどね、ええー、一度たりともなかった女系天皇への入り口になっても、なってしまうと。それによってですね、皇室の歴史は終わり。はみたいな感じですけども。はい、それで別の王朝が始まる。で、愛子天皇を待望している人々が狙っているのは皇室の滅亡であり、日本国の解体を意味してるんだよ、みたいなことを言ってるんです。もうね、 はい。皆さんどうでしょうかかなりね、この画面の向こう側でね、えー、ちょっと洗面器を持っている方が結構いるんじゃないかなっていうね、そういう方がいらっしゃったらすいませんっていう感じなんですけど、私が言ってるわけではないのでご勘弁くださいっていう感じなんですけどね。いやね、もう結局このね、女性天皇がね、えー、実際にこの成立することによって女系天皇への入り口、まあ確かにそうかもしれませんけども、ただそれによってね、今現在、あの例の有識者会議じゃないですか、 あのー、これね女系天皇になることによって王朝が新たな王朝がね始まるなんてことを言ってるんだけどもそういったようなことをね防ぐために今現在の解体されちゃったようなもともと皇統に属しているような男系男子旧宮家の男系男子ををの方をですね養子縁組にしてそれこそですね、えー、例えばまあも,もちろんですねもちろん年の目愛子様が 良ければっていうねもう年上愛子さまがそれでお幸せならばっていうもちろんその条件ではありますけども。 あのそれによってねもしかしたらそのご結婚その、えー、高等に属する男系男子の、えー、旧宮家の方とね、えー、ご結婚されるというようなことになればその時点でね男系なわけでしょその、えー、お子さんが生まれたとしてもねというようなことになるわけですよ。でもこのね、えー、方がですね言われているような内容はとにかくそれが女系天皇への入り口になって、えー、何何皇、えー、<laughs> 室の滅亡を目指してるんですって。 はい、えー。皆さんも皇室の滅亡を目指しておりますか、えー、皆さんは日本国が滅亡をしてほしいですかって言ったようなことを言っているわけなんですけども、もうね、ちょっとね、ポリポリだよね。もうね、なんかね、返す言葉がないじゃないけどね、違うか。もうね、呆れちゃうみたいなね。えー ね、この方もこう言ってのこと、言いたいことを言ってるから、私もすいません。ね。別にね、あの意見を言うことは自由ですから、私も言わさせてもらいますけども、なんでですね、このことが日本国の滅亡になるんですか普通、その国が滅亡するっていうことになると、例えばですけども、私がね、えーまあ、得意分野というか、専門分野にしてるような経済の話だとかさ、えー、例えば今現在も円安にバンバンなっちゃってますよね、えー、というような中で、 え、これ以上円安が進んだらね、果たして日本の国はどうなるのか、1200兆円もかかってるね、えー、国のね、えー、債務はどうなるのか、えー、国債残高ど,どうなるのか、というようなことに対してね、それに対して国が危ない、みたいなことを言うんだったら、まだわかる。まだわかるんだけど、これね、えー何何、なになに愛子天皇、愛子様が天皇になることによって国が滅亡するってどういう、どういった根拠でこういったことを言ってるんですかっていうことをね、ちょっと根拠を示してほしいですよね。国が滅亡。 国が解体するんですって。なぜ女性天皇がね、成立すると、なぜ愛子様が天皇になられるとですね、えー、これ国が滅亡しちゃうんですか解体されちゃうんですか全然根拠書いてないんですよ。ぜひね、根拠をお示しください。ということですね。もういくらでも論破できちゃうでしょっていう話なんですよ。ちょっとこの文面だけはちょっとね、ええー、っていう感じですよね。ということです。はい。えー、でですね、まあそういったことに関して、 えー、このね、皇室と日本国を <laughs> 滅ぼしたい勢力。すなわちね、もうとにかく愛子様に天皇陛下になってほしいといった ということを考えられている方全員ですよ私この,このね動画をご覧になっている方のおそらくはまあ9割以上の方がやっぱりね是非、えー、の宮愛子さまに天皇をっていう方のがほとんどだと思うんですけども逆に言うと私のこのチャンネル登録者の方のほとんどがですね、えー、何日本国を滅亡したい、えー、そうっいったような勢力らしいですよ皆さんそういった勢力なんですか とということですよねもうなんかね、笑ってきちゃいますけども。えー、ということで、まあそういったような勢力というようなことで、なぜそういったような人たちが幅を利かせているのか、別に幅,幅を利かせてるんじゃないよね。その、なんていうの 正しい批判をしてるだけでしょ私もこのチャンネルいつもね、えー、自負しておりますけども、私はあの、えー、事実に基づかないことは絶対に言いたくないんですね。なので、えー、まあ、私だって人間だから、さっき言ったようにね、ちょっと間違っちゃったような視点で動画を上げるようなことがあります。例えばさっきね、冒頭でお話ししたような、ちょっと非公開にしたような動画も、別に完全間違ってるかはまだわからないんですけどやっぱりね、信憑性が薄れてきちゃった段階で、その動画を皆さんに上げておくこと自体が、お見せしてること自体が、 がえー、ちょっと私としてはあんまりよろしくないと思ってね。あの動画作るんでも結構時間かかったんですよ。は <laughs> っきり言ってね。いっぱいいろんなとこから引っ張ってきて、ベタベタ貼っつけてね。編集してね。結構時間かかった。なので、<laughs> いっぱい見てほしいんだけど、そのままほっといてね。いっぱいいっぱい見てほしいんだけど、やっぱりね。 うん、信憑性がね、薄まってきちゃったから、やっぱりね、皆さんを混乱させることになるから、やっぱりやめようということで非公開にしたわけですよ。そういったようなことに対して幅を利かせてるっていうふうに言うんですかっていうような感じですけどね。ぜひそれに関する根拠をお示しくださいっていう感じですね。 はい。えー、でですね、次が何、えー、朝日毎日 NHK 共産などの反日左翼、えー、外国勢力が付け入り、勢力を伸ばしてきた結果ではないかみたいなこと言ってるんだけどさ。いやね、まあ確かにね、NHK が広いだとかさ、朝日がどうだとかね、えー、共産党がどうだとかね、いろんな話はありますよ、確かにね。えー、それで外国、<laughs> でもさ、それをもってですね、すべてなんかね、 なんか一色たにそれがね今現在がそういったようなことを幅を利かせてるだとかねその外国勢力が入ってきてね、えー、日本の皇室をひっくり返そうとしてるっていうようなこれ意見なわけでしょそうじゃないよね。 いやそういったような動きもね、確かに多少はあるかもしれませんよ。でもね、やっぱり根本の話としては、やっぱり立ち返ってみるとね、栄宮家の今現在の明らかにされていないような愛って言いますけどね、闇の部分だとかね、全然説明しないでしょうと。ね、えー、ニューヨークのトンズラ夫妻はね、いつまで税金使ってるのと。ね、日本の国民はですね、どんどん物価高で、なおかつ増税増税で何なんだろうっていう中で、ね、勝手にジャブジャブ税金使うような、使うなと。 言ったようなところで、そういったようなことが日本の皇室なんですかっていうことで言ってるだけでしょそれに関して、え、なになに外国勢,勢力が付け入り、付け入り、つけ入り、勢力を伸ばしているだとかね。<laughs> なんか幅を利かせているだとかね。<laughs> 違うと思うんですけどね。まあ、と言ったことを言ってるわけですよ。はい、えー。でですね、一番最後はもう極めつけ。極めつけですよ。なんか最終的にね、国民のせいにされ,、ね、されちゃってるんですね。というのは、 要はね、この皇室の今現在の不健全な状況、確かに不健全だよね。不健全ではありますよ。AN 名権においては不健全だから。だから不健全なこの状況は、ね、不軽の名のもとに考えることや調べることをやめた国民の怠慢に責任がある。はあ、ということですか。私さっき言ったように、毎日ググってるよ。<laughs> はっってね。毎日ググるのやめてないよ。365日ググってますよ。で、それに関して調べることやめたって言われるんですかもうはっきり言いますよ。365日ググり続けてます。もうね、YouTube 始めて、なおかつ、例えばこの皇室問題を話し始めて、皇室問題話し始めてからは約2年半ぐらいかな。2年ちょっとぐらいですね。でもこの2年ちょっととか2年半ぐらいの間、毎日 調べてますよ。っ <laughs> ていうようなことに関して調べてないんですかっていうことを言うんですか私のこのご視聴者の方に至ってもですね、やっぱり私以上にね、お調べになっている方はいっぱいおりますよ。あの、私が例えばね、いろんな動画をこうやってあげるじゃないですか。それに対してね、 本当にね、えー、もう毎回のように動画をご覧くださって本当にありがたいんですけれども、いや、ケイちゃん、こうケイちゃんが言ってくれた内容プラス、こういったような記事も上がってるようだとかね、えー、こういったようなブログが上がってるよとかね、そういったような情報もね、くださる方結構いっぱいおられます。というのはどういうことかというと、私以上に調べられてるっていうことなんですよ。そういったような方も、私の例えばこのチャンネルのご視聴者にはいっぱいおられるんですよ。 というようなことにもかかわらず、なんか調べることをやめた国民の怠慢といったようなことが、えー、それが不景であってね、何々、今現在の不健全な状況になっちゃってる。はあ、もうね、もうポリポリだよね。もうはっきり言ってね、もうこうって、あの、ほっぺたはポリポリポリみたいな感じで、もうね、ほっぺたはポリポリってなんか、ここら辺をポリポリみたいなね、えー、感じでですね。ああ、今回ですね。 あの、やっぱりこのことをね、つら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 とね、ちょっとあまりにもね、このコラムの内容、もうね、一年半ぶり、一年半ぶりぐらいにね、えー、ちょっとね、また見させてもらいましたけど、あまりにもね、ちょっとね、<laughs> っていう感じなんでね、いやね、もういくらでも論破できちゃうんですよ。 なので、ちょっとね、一つ一つ、特に重要なところをね、こうやって引っ張り出してね、お話しさせてもらいました。で、さっき言いましたように、このね、産経新聞のコラム、一応登録制にはなっております。なのでね、え、お名前とね、えー、ご年齢かな千年月日と、あ、なんだっけな、E メールアドレスか。 多分ね、そのぐらい。そのぐらいだけを登録すれば全部見れるようになりますので、まあそういったようなね、まあ一応個人情報でありますので、まあ気にならないという方はね、ちょっと登録をしてもらえれば、この産経新聞の記事ご覧になりますので、URL 貼っときますね。まああの、もしね、そういったようなこともちょっとっていう方でもですね、私が今ちょっと黒板二つばかし分けてね、話をさせてもらった内容がね、ほぼね、8割、ほぼ9割ぐらいかな、え占めておりますので、まあ十分かなというようなね、気はいたしますけどね。 まあ、いずれにしてもね、言いたい内容、もう一つですよ。ちょっとね、あのー、さっきもね、あったようなね、愛子天皇論がですね、国を滅ぼす。これだけはやめてくれよ。ね、という話ですよ。なので、もうこういったのはな、んかね、愛ってうけどね、もうなんかね、突拍子もないようなことを言われる前に、早くキッシーさん動いてよ。で、皇室天板改正という話をしてくださいよ。もうそれだけなんだよね。そういう話がどんどん進んでくれば、 あのそういったね、検診、ね、なんていうんですか、新たな話に対する、また議論がね、いろいろあるでしょうけども、それはそれでいいと思うんですよね。新たにこうした方がいいんじゃないのっていうことで、えー、まあね、なんていうんですか、えー、その、どっちかっていうと、進んだ話ができると思うんですけれども、もうこれ、 もうさっきもキッシーさん早くって言いましたけど、もう全然話が始まらないから、その話が始まらない中でね、こういったようなああだこうだとか、今回みたいなこの愛子天皇論が国を滅ぼすとか、とんでもない意見が出てきちゃうわけですよ。といった話ですよね。というふうに私は思うので、早くキッシーさんみたいな感じだけどね。え、というようなことです。はい、皆さんちょっとね、どうですかもうね、 今回だけはちょっとね、あのー、もうこれ30分過ぎちゃった動画になってるんですけど、もうちょっと喉もね、かなり痛くなってきたからもうやめますけどね。あのー、どっちかっていうとね、もうなんかガガガーっていうね、いうふうにね、なんか怒りが湧くというかですね、まあ、ちょっとそれ飛び、飛び越えちゃってですね、<laughs> もうなんていうのもうね、ちょっとね、笑っちゃうみたいなね。えー、そんなような感じですよね。まあ、あのー、 皆さんもね、今回の動画に関しては、おそらく相当ね、また皆さんの意見が多いんじゃないかなと思いますので、私もね、なるべく多くの方のご意見を拝見させてもらいたいなと思いますので、ぜひを、ぜひにっていう感じです。はい、今回もね、ありがとうございました。ではまた、バイバーイ。